アクトミートアップ広島は中小企業庁が主催したもので、昨日は若手後継者いわゆる後継ぎと後継ぎを支援する自治体などが参加し、将来の事業戦略や地域の可能性を探るための講演会やトークセッションが行われました。経営者の高齢化が進み、後継者不足が課題となっている中小企業。中小企業庁では、若手後継者後継ぎの活躍を後押しするため、家業を活用した新規事業のアイデアを競うピッチイベント、後継ぎ甲子園を今年度も開催します。全国6ブロックで地方予選大会が行われ、予選を勝ち抜いた後継ぎたちは、来年2月に東京で開催される決勝大会に駒を進めます。後継ぎ甲子園は39歳以下の中小企業、小規模事業者の後継予定者であれば誰でも参加が可能で、エントリーは12月6日正午までとなっています。